政府運動とは1940年代に中国共産党が行った一種の反対派粛清運動。実施された地区を関して延安政府とも言う。当初は党の思想を正すものとして肯定的に受け取られていた。特に教養改装には54運動に変わる新思想として受け入れられた。最終的には中国共産党による迫害同然の運動となった。 運動は、毛沢東の権力を背景に進められ、一般の中国人民も運動に加わるよう強制された。中国共産党によると、運動の目的は、マルクス理論の実現にあり、1937年までの間に、霊人主義に賛同した数千人の人民が、中国共産党に加わったという。次に、同じぐらい重要な要素として、ソビエト連邦やコミンテルンの政策や指令、 および、経験主義に、盲目的に従うことへの抵抗運動であるという。毛沢東は、決して人民に運動を強要したわけではなく、あくまでも、誤った考えを修正することが目的だったと、強調した、調整の経路、中央上部の桃色部分が、ノベアス。1930年代のノベアスは、当時の中国国内の戦火から離れた場所にあった、中国勢北部の僻地にあったため、 どの軍事勢力も手が届かなかったためである。そのため、中国共産党は、調整の終着地として、延安を選んだ。延安は、比較的平穏な地域として知られていたが、中国共産党の政府運動により事情は、激変した。運動は1942年2月1日、毛沢東の次のスピーチから始まった、文化人の問題、我々の立場の問題、 それらの学習の問題を解決しなければならない。我も、ため勇者様一座問題、即文芸工作者的立場問題、態度問題、工作対象問題、工作問題は学習問題。この談話を収録した、政府文献という書物が回覧された。そこには、毛沢東の自由主義との戦い、劉少期の良き共産党員とはといった談話が収録されている。 中共中央道校の講演では、党の活動方法と思想を改善しなければならないと述べられた。また、党の固定関連に対抗すると題された講演で、党の方針が明らかにされ、この講演に参加した数千人の党員から、後の党幹部が選ばれている。同年の7月と8月、中国共産党は、研究と分析、党結束の改革といった本を出版した。 この運動は、毛沢東が主導し、王賀章が実務を担当した。この時点で、中国共産党員は80万人であり、主要な政策はその中の150名が決定していた。運動で重要な役割を果たしたのは、秘密警察の長官構成だった。古参幹部は、自らの誤りを認めさせられ、党の歴史と主要決定の再学習をするよう、命じられた。当時、王明は、 党主要幹部の一人であったが、自らの誤りを認めるよう強制された。彼は、古い友人白衣西へが、後世で行った活動が、誤った左路線だったとして批判するよう、強要された。作家の大海のある味も、この運動の犠牲になったことで有名である。1943年には、救済活動と呼ばれる懲罰が与えられた。彼らは、自己批判させられ、 他のメンバーを告発で救済するよう命じられた。それはすぐに互いの告発合戦となり、多くの罪のない人々を死に追いやることとなった。政府運動は当時の総括と呼ばれる動きをもってようやく集結した。その時期は1944年あるいは1945年4月の2節がある。最近の中国国内外の研究により、この運動の詳細が 明らかになっている。とりわけ、南京大学歴史学教授の後ウの著書、くれない太陽是信用小規的、延安政府運動的来流三役が重要である。これらの研究によると、政府運動の大部分は、毛沢東が中国共産党の最高指揮官であり、独裁者である身分を獲得するために行われたことが明らかになっている。 張国党と毛沢党毛沢党と欧米一般に毛沢東は1935年の順議会議で主導権を握ったかのように言われてきたが実情は必ずしもそうではなかった。同年張国党との権力争いに勝った段階においても毛沢東は周恩来欧米張文天らと共に中国共産党の主要幹部の一人に過ぎなかった。 毛沢東の農村におけるこれまでの活動は、向井正し発、張国東、李立三らから批判を受けていた。また、周恩来、九州博、さらに欧米、張文天、ヒロフルラ、28人のボリシェービッキといった知識人たちも、まだまだ実力を持ち続けていた。何と言っても、毛沢東には、欧米のようなソ連コミンテルンとのつながりがなかった。順義会議の毛沢東は、 王名、周恩来と共に三人組と呼ばれる軍幹部の組織を作った。毛沢東は軍の統帥権を独占するため、さらに政治力を駆使した。毛沢東は林兵、法徳会といった後世以来の軍庫参幹部を抱き込んで、海外生活が長く、軍に人脈を持たなかった王名を孤立させることに成功した。一方、周恩来は、 朝鮮以来健康を崩しており、軍を指導するほどの体力を持たなかった。また、張文天は中国共産党の名目上の最高指導者だったが、革命家というより、学者派の人物であり、軍に対する影響力はほとんど持たなかった。毛沢東は張文天の人の良さを利用して、中国共産党内での地位を少しずつ確立していった。そのため、 毛沢東が皇軍を率いて、延安に入った1936年頃には、かつてとは比べ物にならない権力を握っていた。同じ頃、中国共産党北部リーダーであった、劉少奇は、過去の中国共産党の政策失敗を求断する大論争を巻き起こした。劉少奇の考えは、毛沢東の将来構想と一致し、毛沢東は、新たな味方を手に入れることになった。 それから間もなく、毛沢東は人脈を生かした政治力を駆使して、軍人の彫刻党と28人のボルシェビキのつながりを切り崩すことに成功した。1938年の第6回中央党大会で、毛沢東は党と軍両方の最高指導者に指名され、毛沢東の立場はやや合法化された。毛沢東は権力をさらに確実にするため、 欧米がモスクワに出張している隙を利用して、劉暢期とその部下である方針、薄一派の協力を得て、28人のボルシェビキから完全に権力を取り上げた。1941年の政治局の会議において、欧米の失脚が確定した。政府運動は1942年から公式に開始された。毛沢東の権力はまだ確立されたものとは言えず、 古参幹部に逆襲される恐れがないとは言えなかった。そこで、毛沢東は彼らの切り崩しを図り、毛沢東の考えを支持する者、支持しない者とをはっきりと区別することにした。毛沢東はまず、毛沢東が政治的にも思想的にも優れていることを認めさせた。次に、ライバルを二つに分類した。一つ目は、独断主義であり、欧米と28人のボルシェビキ。 そして、竜白賞、左剣、趣水などの海外留学組である。もう一つは、経験主義の一軍であり、周恩来、任意羊、法徳会、陳希、利正士官、統発ら、かつての欧米補佐組である。毛沢東は、それぞれのリーダーに互いを批判させ、さらに会議で自己批判するよう強要した。彼らは全員、仲間の告発と、自らの誤りに関する謝罪文を書かされた。 これらの文書は遥か後に毛沢東が彼らを弾劾する材料となった。毛沢東はもともと西洋の思想である正統派、マルクス主義、レーニン主義を軽蔑していた。毛沢東はそれらを自らの信ずる実用主義で置き換えた。さらに毛沢東はこれら海外理論を報ずる者に独断論者というレッテルを貼った。これは中国の革命運動を大きく逆戻りさせることに なった。正統派、マルクス主義とレーニン主義の否定は、理論的な理由からというよりも、単に毛沢東の好みと考えた方がわかりやすい。毛沢東は、中央教育委員会に側近を送り込み、政府運動を担当させた。厚生、理不順、方針高校らであり、後に、劉少期が加わった。この構造は、共産党政治局と事務局に引き継がれ、 中国共産党の権力を増すため日々活動を行った。彼らも選挙などで権力が揺らぐことよりも毛沢東に力を与えて党を権威主義的に運営するスタイルを好んだ。その結果、延安は毛沢東の帝国となり毛沢東の独裁が決定的となった。運動によって長文天、広古ら古参幹部の立場は微妙になった。そこで毛沢東は 側近の陸定一を送り込み、陸定一に現在の中国共産党の支配体制の悪口を言わせた。古参幹部の中で中国共産党の新方針に不満を持つ者がいないか炙り出すための作戦だった。古参幹部の何人かは、毛沢東が本当に批判を受け入れようとしていると考え、延安の体制の批判を行った。最も有名な批判は、 民主主義と科学の主張者を耳によるもので、延安の権威主義と官僚主義を率直に非難した。これは、毛沢東の神経を逆なですることになった。王実味は、トロツキストのレッテルを貼られ、中共中央社会部に逮捕された。王実のる味は1947年に処刑された。方針は、中共中央統合でも、政府運動を実施した。そこで、多くの党員が、 自己批判を強要された。党中央学習委員会は人々に党員の日常生活や演説がどのようなものか報告するよう命じた。これは当時中国国民党支配地域から来た新顔たちの思想を検閲するためであった。中央社会部は運動を推進し、1943年には大規模な迫害へと変わった。厚生、更新。 利活能はこの魔女狩りとも言うべき運動で存分に力を発揮した。告発により交流された者は数千人に及び、特に国民党支配地域から来た新メンバーは肉体的、精神的な拷問を受けた。拷問は本人だけでなく、彼らの家族や親類にまで及んだ。この拷問から逃れるためには、犯してもいない罪を自白するほかなかったと言われる。ボースウィック。 マーク、パシフィックセンチュリー、ザ・エマージェンス・オブ・モダン・パシフィック・アジア、ベストベプレス、ISBN 0813334713、ABCDF e ・アプター、デビット・エルネスト、レボリューショナリー・ディスコース・イン・マオ、S ・リパブリック、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、ISBN 0674767802、ツイッチと、2, ed, デニス、フェアバンク、ジョン・ケイザ、ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・チャイナ、 ISBN 052124336X ハット ABC ショートフィリップマオ A ライフ ISBN 0805066381チャンジョンワイルドスワンズスリードーターズオブチャイナサイモンアンドシュスターパブリッシング ISBN 0743246985文学気文学研究モータクトエンアンの文芸座段階における講話ハット ABCD バーバー John W., Chinese, Soviet Relations, 1937-1945, The Diplomacy of Chinese Nationalism, Oxford University, ISBN 0195054326, U.S. Joint Publication Research Service, China Report, Political, Sociological and Military Affairs, Halling Broadcast Information Service, No ISBN Digitized Text Marching 2007ありがとうございます。